あの人、何してるんだろう。何を食べてるのかと思ったら魚だったんだ。今の異界でも釣りくらいはできる場所があるのか。なかなかすごい見た目ですね、あれ。え、魚の丸焼きが？はい、そうです。魚を丸ごと焼いたものを食べる機会というのはなかなかないので。そうなんだ。私は普通の食べ物だと思うけど、まあ、あれは見たことない魚だけどね。あ、魚と目が合ってしまいました。何を騒いでいるんだ。ちなみにあの魚は、あの目の部分が一番うまいんだ。目が？リラさんは平気なんですか？そもそも焼かなくても頭から丸ごといける。やめましょうよ、せめて調理くらいは。いや、普段からそうしているわけではない。焼くと煙が立ち上るだろう。すると敵に発見される恐れがある。匂いにつられて魔物を呼び寄せる可能性もある。だから生で食べることも多かったんだ。だからといって頭から丸ごとというのは。リラさんの食生活には驚かされますね。かなわないよ。もしかしたらリラさんの強さはこういうところからも来てるのかも。異界にいるとなんだか常に浮き足立っているような感覚が。私も。初めて異界に来た者たちは皆似たようなことを口にする。フィルフサのこと、フィルフサがされたこと、それが神代の民の仕業だったこと見てきたよ。ほう。もしかしてカラさんが言わなかった情報って、私の話に出た神代の民とか万象の大典についてじゃないのかな。よくぞ怒り、よくぞ気づいた。そうでなくてはこの先は語れぬ。ここからは年寄りの昔語りじゃ。少々長くなるが。お願いします。かつてこの地に開いた竜の風跡から現れ、一帯を荒らし尽くした神代の民の一派がおった。奴らは恐るべき破壊力を持つ兵器で武装し、凶暴な僧侶と化したフィルフサを刺激し、
我らオーレン族と長きにわたり戦い続けた。そしてキャツラはある日、我らに向け高らかに宣言した。ついに竜の風跡の秘密を解き明かしたとな。野放しにしてなるものかと挑んだ決戦の最中、キャツラは欲望と知識を結集した根拠地を丸ごと抱え、古竜を模して世界を超えたどこかへと去った。根拠地はキャツラの傲慢そのままの名を冠しておった。いわく全てを増する英知の神殿、称して万象の大典。いかにも。あれはそなたらの語る夢物語ではない。神代の民の英知を結集した実在する神殿じゃ。崇める神を持たぬ分際で神殿を称するとは少子よな。あるいはキャツラにとって知識こそが神じゃったのか。ネメドの遺跡でもおそらく戦争があったんだろう。こっちでもあっちでも迷惑かけてばかりの連中だな。知識にとらわれ周りなど眼中になかったのじゃろうな。それが錬金術師の歴史なんだね。お主ら今を生きる錬金術師にまで責任を背負わせる気は毛頭ないが、それが事実じゃ。ふん、知識が何だって言うんだ。要するに悪党の根城だろ。おお、小気味良いことを言う小僧じゃ。気に入ったぞ。誰が小僧だ。お前の方が小さいだろ。その万象の大典が何食わぬ顔をして私の前に現れたのかもしれないんですね。現物を見てみぬことには何とも言えぬがな。しかし未だに際ある後進をかどわかしておると。後進を取り込みさらなる繁栄に邁進しておるのか、貪欲に知識を求め続けておるのか、実に気に食わ。もしかするとカーク群島のどこかにその神代の民が潜んで待ってるかもしれないんだ。ライザー、大丈夫。でもそういうことならこれからの方針は決まりだね。アンペルさんとリラさんを連れて空剣島に帰ろう。もう一度あの島や宮殿を調べ直すんだ。帰る。あのカラさん、一つ尋ねたいことが。ああ、わらわの剣の後になどと言うておったな。なんぞ気になっておることでも。はい、実は尋ね人じゃない、尋ね獣みたいな話なんですけど。ふむ。一年ほど前、どうしようもない事情でこのオーリムに一人ぼっちで返してしまった子がいるんです。返した？詳しく聞かせてもらえるかな。なんと、そやつこそ風跡を解明せんとした神代のために乱獲され、今は深山に去ったなだめのせいじゃ。え？フィーがなだめのせい？しかし危険なものよな。万象の大典に狙われ、なだめのせいを知る者が竜の風跡より現れたか。カラさん？なだめのせいの庭という場所がある。少し
そこまで付き合ってもらえんかの。こんなに戦うことになるならもっと訓練しておけばよかったです。相変わらず志が高いわね。今でもびっくりするくらい戦えてると思うけどな。これで平気だ。いいもの手に入るかな。さあさあ集めちゃいましょうね。とりあえず集めておくか。えい。どんな素材も無駄にならないからね。私はここにフィーと同じなだめの姓がたくさん住んでおった。しかしこの地で激しい戦いがあってな、それ以降皆姿を消してしまったのじゃ。あいつがそんなご大層な別名を持ってたとはな。フィーと言うから名前もフィーとはえらい違いだ。それがいいんです。カラさん、ここの精霊たちが激しい戦いのせいでいなくなったというのは。うむ、先に説明したキャツラ、万象の大天一派との戦いじゃ。乱獲もされたというが、なだめのせいは風跡の解明に必要な何かを持っていたのか。通常古竜が風跡をたどって世界を越える際、膨大な質量と魔力の転移による大嵐が起きるのじゃが。嵐。竜の禁煙種たるなだめの精らは強い感能力によって竜の精神と同調し、荒っぽい羽ばたきを和らげる。つまりはそれがなだめすかす精霊というわけじゃ。精神の感能って、もしかしてライザが遺跡でやってたあれのこと？それより嵐って言ったよな、今竜の起こす嵐。そうですよ。それこそがフォーレを襲うという竜の嵐なのでは。あ、つまりフィルフサの大侵攻じゃなく本当に竜が起こした嵐だったってことか。森の奥から来る竜の嵐に吹き飛ばされる。フォーレの伝承は何一つ間違ってなかったんだ。カラのばあちゃん、そのなだめってのがいれば竜の嵐はなくなるのか。ばあちゃんはやめよ。まあ多数おればな。ともあれ、そのフィーさんはライザさんがこちらの世界に送り返されたのですよね。でもあの時はフィーの命が危なくなってて、フィルフサの巣に返すしかなかったんだ。大丈夫だって、俺たちあそこで王を倒したじゃねえか。自然門の向こうも大混乱だったろうさ。そうそう、僕らも女王を倒した後駆け抜けただろ。
フィーも逃げ延びてる可能性は高いと思うよ。そうかな。うん、そうだよね。よし。本来我が士族は出不精じゃが、探させてみよう。まずは他の士族と渡りをつけねばな。そこまで大掛かりに？私はただフィーのことが聞ければと。せっかく乗り気になってくれたんだ、ここは頼ってしまえばいいだろう。そうですよライザさん、こっちで探してもらえる機会なんてもうないかもしれないんですから。元よりなだめの姓は我ら総派族にとって大事な友、その探索は喜びゆえ遠慮は無用じゃ。そうなんですか。じゃあお言葉に甘えてフィーのことよろしくお願いします。うむ、次に我らがウィンドルに帰った時、吉報が届いておることを祈ろう。帰った時？カラさん、どこかに出かけられるんですか？そなたらのために同道すると今決めた。わらわもそなたのもとに現れた島を見たくての。必ずや助けとなろう。あはあ、それじゃあよろしくお願いします。みんなもよろしく頼むぞ。それじゃあ竜の風跡をたどって帰ろうか。オーレン族とは思えないほど自由な生き方だ。集めておこう。ありがとね。今まで何度か異界に来たことはあったが、一口に異界って言ってもいろんな場所があるもんだな。こうして深入りはしたことはなかったから、どこも同じようなもんだと勝手に思い込んでたぜ。そうだね、私たちが知らないだけで綺麗な姿を保ってる場所もあるだろうし、逆にどこよりもひどいありようとなっている場所もあるかもしれんぞ。ああ、こっちも相当広い世界だからな。とはいえどこもフィルフさんに脅かされているのは共通だろうがな。実は最近ちょっと思うんだよな。俺はずっと王都の周りだとか俺らの世界だけを回ってきたけど、
本当は異界を旅する方がいいのかもしれないってな。こっちの方が困っている人は多いんだからさ。なんじゃ、レントは活動拠点をこっちに移したいというのか？さすがにまだそこまでは言わねえよ。まだ？そんな突っかかるなよ。単に将来的にはそういうのもありえるかもしれないっていう可能性の話さ。人助けの旅をしてるわけだからな。そうなる可能性も全くないわけじゃない。まあ一番いいのはそうする前にこの世界が平和になってくれることだけどよ。うん、そうだね。石はかさばるし重たいんだよな。こういうのは俺に任せてくれ。あの動物追いかけてみようかな。何が入ってるかな。やりましたね。ライザなら有効活用してくれるよね。これも使えるのか。それ。何が手に入ったんだ。えい。歯が鋭いものもあります。指を切らないように気をつけましょのある植物は避けて慎重にな。遠くから何かの鳴き声が聞こえた気が。他にやることがある。夕闇には魔が潜むとも言う。
用心は欠かすなよ。せーの。ここも地図に記しておこう。ここは墓地なのかな。見た限りではそんな感じだよね。いかにも総橋族の墓じゃ。総橋族の者たちは皆最終的にここで眠ることになるのじゃよ。先祖代々が眠る墓か。若者も数多く眠っておる。え？オーレン族は長命がゆえにその人生の中でいろいろなことを経験する。事故や病気、フィルフサの襲撃など人間と比べ様々なことに遭遇する機会が多いのじゃ。その結果寿命を全うできず若くして命を落とす者もまた多い。ここにはそういった者たちも大勢眠っておる。わらわよりずっと後に生まれた者たちがな。長寿だからだけではないが、この世界がそれだけ過酷な場所だという証でもあるか。もっとも若いといってもそなたらと比べればその寿命よりも長く生きていたであろうがの。あ、若いってそんな話なんだ。どうも調子が狂うな。白髪の少女よ、そなたもかなり危うい人生を送っているはずじゃ。わらわより先に眠ることにならぬよう夢油断せぬようにするのじゃな。覚えておく。ここがいいの。門をくぐった先が異世界なんて今でも信じられません。どんな素材も無駄にならないからね。ライザなら有効活用してくれるよね。チュア！快適快適。
すみません、ライザさん。どうしたの、パティ。もし、ライザさんが良ければ、なんですけど、作ってもらいたいものがあるんです。パティからなんて珍しいね。いいよ、何を作ってほしいの？明かりになるものが欲しいんです。暗い中で、手元だけが、ほんのり明るくなる程度でいいんですが。そうですね。例えば、ランタンのような。ランタンか。それくらいなら別に問題ないかな。でも、どうしてまた？その、夜、日記を書いたりしているので。日記。そんなことしてるんだ。はい。アーベルハイム家には以前からこういった習慣があって、お父様も日記を書いています。お父様は夜静かになってから一人日記に向き合うことで心を落ち着かせるのだと言っています。なるほど、モルカーさんらしいといえばらしいかも。そういうわけで日記をつけたいんですが、日記を書くのに部屋全体が明るいと皆さんに迷惑ですし、私としても心を落ち着けるにはそこそこ暗い方がいいので。確かにランタンくらいの明るさならちょうどいいかも。ちょっと考えてみるよ。ありがとうございます。よろしくお願いします。異界にも比較的正常な場所が残っている。それが分かっただけでも希望が持てる。あ、帰ってき、さてと何をしよう、さてと何をしよう。冒険、楽しい。いつまでやす。諦めざるを得ない時もある。さあ冒険、旅、さあ出発だ。集めておくか。私たちで受けよう。敵だ。ま、こんなもんだな。まだまだ強くなれそうね。少しでも早くお前らに追いつかねえとな。まだ成長できるとはな。複雑な気分だ。よし、まだまだ強くなれるぜ。強くなれたみたいだ。よし、報告に行くか。すまないが別を当たってもらおう。
急に降ってきたな。異界でも雨って降るんだな。そういえばそうだね。水気がない印象が強いせいか、雨が降るのが異界っぽくないというか。私もたびたびこっちに来ているが、雨に遭遇したことはほとんどないな。あ、やっぱりそうなんだね。まあ今まで門から飛び込んだ先はどこもフィルフサがいるような乾燥地帯ばかりだったからな。確かにオーリムではあまり雨は降らぬ。邪魔。それでも雨が降る場所はある。ああ、それに乾燥地帯であろうと降るときは降るぞ。では今まではたまたま遭遇しなかったというだけか。雨が降ってくれた方がフィルフさん相手には都合がいいんだがな。運がいいのか悪いのか。きっと普段の行いがあまりよろしくないんじゃろうな。あ、もうやんじゃったよ。どうやら通り雨だったようだね。いや、この辺りではこれが普通じゃ。ごく稀に丸一日降ることもあるがな。なんであれ、なかなか珍しい経験をさせてもらった。自然と気が引き締まるんだよね。フィルフサは強敵だが、それだけじゃなく何かあるような。人間の世界とは異なる空気だ。緊張してもおかしくはない。よっ、届いて。異界にいるとなんだか常に浮き足立っているような感覚が。ふと思ったんだけど、私たちの村に伝わってたわらべ歌って覚えてる？西は悪魔の野が迫り、東の城には竜が住むってやつ。もちろん忘れるわけがない。それがどうした？うん、異界の門が竜の風やと、つまり竜が世界を渡るための通り道だったんだよね。ってことはさ、空剣島のそばにある竜星の古城もひょっとしてって思ったんだ。私たちの住む世界じゃあんなに大きな竜、そうそうお目にかかるものじゃないでしょ。
確かに小型や中型の竜はよく見るが、あれほど大きなものはなかなか見ないな。召喚されたって話だったけど、どこからってのがちょっと気にかかってたんだよね。つまりあの竜の召喚装置そのものが実は風跡の一種だったと言いたいのだな。召喚なんて門を使わないとできないと思うし、さすがにぶっ飛びすぎかな。ふん、いや、そういう見方もあるやもしれん。あの召喚装置は特定の魔物を呼び出す波長を出すことで範囲内の魔物を召喚することができる。波長が隣り合った世界、つまり異界にいる竜に届き呼び寄せたとしても不思議な話ではない。召喚装置が対象を呼び出すための門を一時的に作り出しているということだな。それってとんでもない技術だよね。ああ、とはいえ人工的に門を作り出せるというだけでも相当なんだ。今さら何が来ても驚かんよ。だがライザの発想の柔軟性には驚かされた。まさか召喚装置と風跡を同じものと考えるとはな。しかしもしそうだとすると、召喚された竜には酷な話だな。老いた翼を最後に休めるこの地から強制的に呼び戻されて戦わされるのだからな。召喚装置は壊した方が良さそうだね。もう二度と起動することがないように。同感だ。古竜の最後の安らぎを妨げるなど許されることではないからな。私も初めて異界に来た者たちはみんな似たようなことを口にする。これ全体で一枚の岩みたいだ。かなり大きいですね。下から登るのはさすがに無理でしょうか。ワクワクするよね。もらえるものはもらっておけ。こんなところに行くのか。これがわらわたちの暮らすウィントルじゃ。気に入ってもらえたか。
そこ、人がいますね。何の話してるの？ああ、ライザ。オーレン族が知ってるこの世界の過去のことについてだよ。この世界の過去？オーレン族の間に歴史書的なものがあるようなら、それを見せてもらうのが一番早いんだけど。あるにはあるが、そこまで役には立たんじゃろうな。どうして？書物で記録を残すよりも口伝で歴史を語り継ぐのが一般的じゃからな。オーレン族全体がそうかは分からぬ。じゃが少なくともソーハシ族ではそうしておる。オーレン族にもそういうのあるんだ。少なからず過去のことを伝えようとする意志がある者たちがいれば、そういうのは必ずあるよ。ホウレなんかもそうだったし、特に紙のようなものを記録する媒体があまりないのであればなおさらだよ。本当は書物がいいんだけどね。口伝だとどうしたって少しずつ話の内容が変化してしまうから。我らは書を残す習慣はほぼない。そもそも文字を書ける者もほとんどおらぬ。我らオーレン族は長寿じゃからな。言葉で伝えた方が早いがゆえに必要がなかったというわけじゃ。なるほど。僕らの文化は人間ならではというところもあるのか。勉強になるな。これは不要、廃棄すべきかしら。何してるのフェデリーカ？準備ですね。初めて異界という未知の場所にやってきましたが、環境が違いすぎるのでこれはいけないと思ったんです。確かに私も最初は面食らったよね。全然違う世界だったから。似てるところもあるんだけどさ。私はサルドニカから出ることもあまりなかったので、こう違う場所だといろいろと心配になってしまいまして。無事に帰れるのか、すぐに戻らないにしてもここでやっていけるのか、食べ物は、退路は。いやいや、そこまでしなくても大丈夫だよ。私も異界なら何度か来てるし。それにカラさんとかオーレン族の人たちも生活してるんだから、滅多なことにはならないよ。多分私は一つ一つ確認して少しでも安全を確保することで安心したいんだと思います。フェデリーカの気持ちもわからなくもないけど。それにこれは時々思っていたことですが、ライザさんたちは油断しすぎな時があると思います。え、そうかな。あまりそんな風に言われたことないからちょっと驚いちゃったよ。もちろん普段からずっととは言いませんが、時々楽天家な顔になることがあります。確かにフェデリーカはかなりしっかり者みたいだよね。私も少しは気にした方がいいのかな。水が戻った聖地も今頃は少しでも昔の姿に戻っているだろうか。いつまでやる。疲れが取れました。お帰りなさい。さてと、何をしよう。
冒険楽しんで。少し気になりますね。何か困りごとでしょうか。ごめんなさい、別の機会に。これだけ大きい花だと近くで見るのは怖いわね。そうね。なんかパクって食べられちゃいそうで。何が入ってるかな。何が手に入ったんだ。せーの、どうだ。
違う世界か。すげえ不思議だけど、楽しければ何でもいいさ。ライザ、お前の読んだ本に記されていた竜の風跡の正体が門だったとすれば、島自体は晩鐘の大天ではなく、そこから門を開くことで大天に至るのが正解なのかもしれんな。アンペルさん、実際に晩鐘の大天とどんな形で対峙するかはお前自身の選択になるが、その試行錯誤の中で私も門を容易に封印する、あるいは閉じる方法を見出せるかもしれん。門の発生が決して防げない自然現象だったとしても、せめてそれくらいは。そう、何もかも重苦しく考えることはないぞ。この風跡一つを例にとっても、我らオーレン族はそなたらの異界にたびたび足を踏み入れておるのじゃから。何だって？200年ほど前に物好きな風石族が一人、ほんの数十年前にも熱心な緑橋族が一人旅立っておる。無論この地のことを決して語らないと誓った上でな。存外我らの世界はつながっておるのよ。緑葉、あ、セリさんだ。セリーグロースさんでしょ？確かにそんな名じゃったかな。なんじゃ、そなたら自身がつながりを証明しておるではないか。はい、大事なお友達です。そっか、セリさん、ここから私たちの世界に来たんだ。私もアンペルもグリント王国の所業を見て、なんであれ門は絶対に閉じるべきと。その判断がそなたらにとって最善のものであるなら、わらわも尊重、称賛することにやぶさかではない。ただ昔からそうではないやり方を続ける者もおる。それだけのことじゃよ。最初に言うたじゃろう、我らはここで見張っておると。良き者と判断すればそなたらのように投資もする。逆によからぬ者と判断すれば命を懸けて阻みもする。ちなみにこの風跡には術がかけてあっての。術？うむ、この地より逃げ去った晩鐘の大天一派は解明の大元となったこの風跡と縁を結んでおる。その縁を極限まで高める術を風跡にかけたゆえ、キャツラは我らが麗しきオーリムに来る時だけは必ずこの門から出てくるようになっておる。怖い。出てきたらどうなるかは聞かないでおこう。とはいえ、千年ほどもその機会はないんじゃがの。さあ、今はともあれ行こうではないか。
竜の風跡をたどり、そなたらの世界へ。はーい。ここにいると思い出すな、いろいろと。世の中には二つある。さっさと忘れていいことと、忘れてはならないこと。胸に刻み込んでおくのは悪いことではない。少しあそこにいただけなのに、すごく久しぶりに思えるぞ。そうですね、私たちの世界に帰ってきたという感じがします。太陽ってこんな眩しかったかな。あれ、完全に昔の私たちだね。そうだね、なんだか懐かしくて羨ましい。初心者はもう一人いるぞ。あの人はほっといていいでしょ、多分。おお、アルフの種が風跡を漂い出ておったとは。まるで双方の世界をつなげるがごとき眺めじゃの。双葉氏族の王座ともあろう者が能天気すぎないか。双方の接触はもう少し慎重に捉えるべきだろう。そのように己が分別ある側と錯覚した物言いは、古来より変わらぬ錬金術師のおごりというものじゃぞ。アンペル、条理ともに揺れたまま挑める相手ではない。まずは自分自身を落ち着かせろ。そんなことは分かっている。なんじゃ、まるでわらわがいじめたように言いよって。なあ、ライザネ。ん？何？まだ旅を続けるんだろ。俺も連れて行ってくれ。絶対役に立つからさ。いきなりだね。理由じゃない、気持ちを聞いていい？賢者様もテアドラも、俺が幼い頃に親を亡くしてからずっと気にかけてくれた。感謝はしてる。でも俺はあの里のやり方は好きじゃない。この世界には異界みたいな俺の知らないものがまだまだたくさんあるんだ。俺はもっともっとそういうのを知りたい。そしてテアドラや賢者様、里の大人たちが認める立派な戦士になるんだ。ディアン、毎日のように通う遺跡の奥にも別の世界につながるもんがあるかもしれない。この世界には私たちが気づいてないだけでたくさんの未知が隠れてる。私たちも昔そうやって世界の広さを知ったんだ。私からも頼んでみるよ、ディアンと一緒に旅をさせてくれないかって。ありがとう、ライザネ、大好きだ。おい、大好きって。若さよの。そしたら一度フォーレの里に戻ろっか。フォーレに帰って賢者さんたちと話をしよう。
どうしたの？なんだか難しい顔して。ああ、ライザ姉か。里で育ててる羊が襲撃にあってやられたんだ。え？それ大変じゃん。大丈夫なの？大丈夫だ。全滅したわけじゃないし、実は今までもたびたびやられてる。あまり大丈夫には思えないんですが。賢者様なんかは困るだろうな。それより俺はやられっぱなしなのが面白くない。犯人の目星はついてんのか？里に目撃者がいて、そいつの話だと狼の襲撃によるものだそうだ。狼か。羊を食べに来てるのかな。羊だけじゃない。人間だって襲われて食べ物を奪われることもあるんだ。デアドラも頭を悩ませてる。ただ倒しに行きたくても立場的に自由に動けないんだ。なるほどな。でも狼なんていくらでもいそうだけど、どの狼がって分かるのか？目撃者によると普通より一回り大きい親分格のやつがいたそうだ。狼は群れで生きる動物だ。だからそいつを倒せばひとまず収まるんじゃないかと思ってる。俺はいつも里に現れる魔物の相手をしてる。だから狼もこの手で倒したいんだ。もちろん里のためっていうのもあるけど、奴を倒してデアドラに認められたい。わかった。そういうことなら何としてでもその狼を退治しなくちゃ。狼は野生の生き物だ。胎児はもとよりまず探すのが困難だぞ。確かに。その狼の被害が多いのはどのあたりかわかりますか？漁村のあたりだな。あいつらよく田園をうろついてるのを目撃されるんだ。ならその田園に行ってみるべきだね。こんだけ見事に咲いてるんだ。魔物に荒らされてもらいたくねえな。あの、ひょっとしてあれが話にあった狼じゃないですか？確かに一回り大きいね。それに他の奴らより堂々としてるな。あいつが群れの頭で間違いなさそうだ。どうなの、ティア？俺も見たわけじゃないけど、話に聞いていたのと合ってる。あいつだ。私に任せろ、ライザ。心配せず、俺に任せろ、ライザ。逃がさないんだから。今なら鍵が作れるかも。二刀で決める。そりゃあ。二刀で決める。ライザキック。これでどれにしようかな。いっけ。
くらえ。これで始めるよ。いけ。よし、今ならいけそう。素晴らしいトライだ。新手が来る様子もありませんし、どうやら終わったようですね。ひとまず里は安心だな。でもこれで本当にもう終わったのかな。どうだろうな。ここは森も多いし、野生の狼なんていくらでもいるだろうしな。また次の狼の群れが現れてもおかしくありませんね。その時はまた撃退してやる。向こうが懲りるまで何度でもな。それに親分格を倒したんだ。当面は大丈夫だろ。これで胸を張ってデアドラに報告できるぞ。これで少しでも認められるといいね。それにしても狼の群れなんてのも出るんだな。そういう点では空剣島は割と安全なのかも。竜に関するものは結構あるみたいだけど、前に一人で来た時はそれすら見なかったな。